そっか、難しいですね。でかい人専門店とか行かないと選べないですね。そうですね。結構だからでかいとこの専門店行くと、うん、割と選べるんで、うん、買い物もちょっと楽しいんですよ。そうですよね。こう、あ、こんなのもあるみたいな。ただ、はい、高いんですよね。ああ、そっか、確かにでかいと高くなりますね。はい。まあその使ってる生地の量が多いっていうのもあるんでしょうけど。もありますしね。多分、うん、どうせうちで買うしかないでしょうみたいな。うん、そうそう、それはある。殿様商売的だ、はい。はい。でもこっちは買うしかないんで。はい。高い金出して買うんですよ。はいはいはい。そうか、そうか。でもじゃあ良かったじゃないですか。あんまり背伸びなくて190とかあるとまた大変ですよ。いや、どうせ選べないんだったら、もっとでかくなりたいですよね。あ、そうだったんですね、はい、なんか中途半端に選べないぐらいだったら。あ、だって184って、うんうん、多分人口の 5% ぐらいはいるんですよ。はい、まあまあ 5% ぐらいは。 5% だったら割といるじゃないですか。いや、 5% 相当少ないですけど。あ、そうです。でもそれが例えばはい、はい、195センチになっちゃえば、うん、相当少ない。もう河合俊一クラス、もう 1% 多分いないですよね。いないですね。そうなったら多分しょうがないなって思うんですよ、うん、あ、自分が 1% に入っちゃったら。あ、はいはいはい。でも5%、あ、諦めがつかないみたいな、はい、5% ぐらいだと、うんうんうん、なんか、いや 5% は相手にしてよって思うんですよね。あー、なるほどね、はい、あー、なるほどね。面白いな、丹野さん。なんか全く違うので、はい、すごい面白いですね。あの、全く自分にない発想の仕方というか感覚とか全部違うから、そうなんだみたいな。まあ、確かにね、まあ、全然いないわけじゃないんだから、もうちょっと市場があってもいいんじゃないのみたいなことですよね。そうなんですよ。あ、もうちょっと相手にしなさいよと。で、靴なんかも、うん、だいたいその今27とか8で終わっちゃうんですよ。まあ、確かにそれ以上がなかなかね、はい、多分29とか30も、うんうんうん、5% いるんじゃないのかなって思うんですよね。うん、だからそこもっと作りなさいよと、うんうん、作りなさいよと、はい、はい。なんか抽選会、私ちょっと知り合いで靴好きな人がいて、はい、よくナイキのスニーカー抽選会行ったりするんですけど、はい、なんか31センチとか一足とかしか用意しないらしいんですよ。まあそうでしょうね、だから俺しか買わないはずなのにもう取られたとか言ってますけど、まあ 5% ぐらいいますもんね、はい、まあ、確率ありますよね。100人いれば5人いちゃうんだから、それ結構ですよね。結構ですよね。本当だったらもう3足ぐらい用意した方がいいですよね。だって世の中の分かんないけど世の中の 5% 総取りにしたら相当だと思いません？商売として。確かに確かに、総取りしたら相当ですよ。ですよね、だからその 5% のシェア 100% 狙えばいいのにって思うんですよ。あー、なるほどね。そこ確かにニッチな業界をね、今、はい、言いますもんね。その数パーセントがで実は巨大産業になりますよね。ですよね。みんながそこで買えば、うーん、確かにすごい額になる。でも作らないんですよね。うーん、確かに。なんで作らないんですかね。不思議ですよね。うん、不思議。確かにおっしゃる通り、はい、そこそれだけ確実にいるんだから、はい、うん、あの数パーセントと思っても何万人になりますもんね、はい、日本人口多いから。だから服と靴は結構困るんですよ。でもね、入んなそうですもんね、普通のシャツとかだと、はい、あれトレーニングしてる人とかが、はいはいはい、結構タンクトップじゃないですか。あ、はい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 、あれ世の中の人たちは、はい、体自慢したいんじゃないのって、あ、はいはいはい、言いますよね。はいはいはい、あれ違うんですよ、袖が入んないんですよ、はい、そうですね、はい、わかります。袖、はい、袖がパッツパツになっちゃいますもんね。そうなんですよ、動かせなくなりますもんね、はい、だから多分そんなに体自慢したいわけじゃないんですよね、うんうん、あ、むしろ袖があるやつ着たくても着れないよっていう事情かもね。そういう人も多いと思います、はい、あ、確かに確かに。あのまだ半袖はいいんですけども、うん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 、もう長袖とかだと、うん、なんか
何着てもアンダーアーマーみたいになっちゃうんですよね。はいはいはい。ぴったりしちゃうから、はいはい、セーターとかでも、はい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 、でそうなるとまずそういうの買った瞬間に履くんですよ、はい、で袖の部分を足で伸ばすんですよ、はいはい、あ、履くってそういうことね、はい、はい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 、袖に足を入れて、足を入れて、はい、伸ばすんです。なるほど、はい、まず長袖は伸ばすとこから。あ、そうなんですね、はい、やったことない世界だ。え、でもそれ長くなっちゃいません？あ、別に長くなってもいいんで。あ、それはいいんですね、はい、あのとりあえずこのゆったり着れるようにしたいっていう、はい、はい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 、で意外とこれサイズでかくなっても腕って太くならないんですよ。へえ、そうなんですか、知らなかった、はい、そっか、普通の太ってるだけの人ってやっぱこうここが太くないんですかね。そんなことないですよね、結構腕も太くなりますよね、どう一緒にね。そうはずなんですけどね、はずなのに。消費者の声を反映させてないんですかね。そうなんでしょうね。うん、だからそのサイズ感がおかしいんですよね、うん、5L 超えてからは。ちなみに私サイズいくつだと思います？ S。 あ、そうですね、当たってます、大丈夫です。自分こもうあれですね、子供サイズとか着てますね、S か、あ、 S か、そう、150とか、はい、はい、さんって寝るのは寝れます、ね、寝不足になっちゃうってことはないですか？あ、ないですね。あ、そうなんですね。ただやっぱり、うん、体きついときは寝れないですよ。そうですよね、睡眠もやっぱこう体痛いと起きちゃったりしますよね。あ、起きます、起きます。もう頭痛いと無理ですね。あ、なんかこう気持ち悪くて頭痛くて、あ、めまいがするような、あ、辛いんですね本当にね、はい、なんか前に爆笑問題の太田さんがすごい頭痛持ちで、はい、お医者さん行ったらとにかくそういう時は寝なさいって、寝ればよくなるんだからって言われたらしいんですけど、はい、痛くて寝れないから困るんだよって言ってましたね、はい、今度仰向け、はい、そうですね、このまま、はい、小さい時から大きめなんですもんね、ずっと大きいから。でもなかなかそれですよね、確かに 5% はいるはずなのにあんまり見かけないですね。 5% 以下ですよね、売ってるので見ると多分。そうですね、だから結局買い物に行っても、うんうんうん、なんかいいなと思うもの買えなくて、あ、ただただ悔しい思いをして終わるんですよ。確かに。あ、それはストレスですね、はい、だから買い物面白くないんですよ。あ、もうネットとかで条件絞って探すっていう方が早いですね。ネットだと、うんうんうん、そのサイズ感が結構バラバラなんで。あ、そっか、またそういう問題が、はい。